クレディアン・ギヨーム・ドラモア・ニョンド・マルゼルブ、ギヨーム、クレイト・ヤデル・モイニアン・デ・マルゼブ、1721年12月6日から1794年4月22日は18世紀フランスの政治家、租税法院長、出版党政局長、国務大臣を歴任。フランス革命中に、ルイ16世の弁護人を引き受け、ルイ16世の処刑後に軽事。 出版党政局長時代に百科全書やルソーの著作が次々と発表されたが、キリスト教勢力の反対の中でそれらを擁護した。1721年、報復貴族名門、ラモアニョン家に生まれる。父はギオームド・ラモアニョンド・ブランメニル。1741年代訴え官庁代理に任じられる。1744年パリ高等法院の 表情感となる。1750年、小書局長に就任した父の後を継いで、租税法委員長に就任。またほぼ同時に小書局長に属する、出版統制局長を兼任。マルゼルブの出版統制局長時代には、ディドロ、ダランベールが編集した、百科全書の刊行開始、またコンディアック、感覚論、ルソー、人間不平等起源論、シンエロイーズ、 エミール、エルベシュース、精神論、ボルテール、カンディードとフランス18世紀思想を代表する書籍が次々に出版されたが、キリスト教勢力を抑えながら、それらがスムーズに刊行されるよう配慮した。しかし、マルゼルブの配慮にもかかわらず、1758年、精神論の出版許可が取り消され、1759年、百科全書が刊行停止に追い込まれた。 1763年、父ヨームドラモアニョンド・ブランメニルが、ルイ15世の不況を買って追放されたため、出版統制局長を退任。1771年、租税法院廃止に伴い同法院長を退任。1775年1月、アカデミー・フランセーズに入会。同年7月、ルイ16世の区内大臣に就任。 翌年財務総監チュルゴと共に大臣を辞職。1787年、国務大臣に再任、翌年辞職。この二度の大臣在職期間中、マルゼルブの意見はほとんど帰り見られることがなかった。二度目の大臣を辞職する頃、出版自由論を執筆。その趣旨は、真理の発見のためには、国民の自由な討論が不可欠であり、 その自由な討論のためには出版の自由が不可欠であるというものであった。しかし1789年にフランス革命が始まると1792年誰も引き受けてのなかったルイ16世の弁護人を引き受けた。ルイ16世は私がもしまだ玉座を占めているならそれを記伝と分かち私に残されている半分の玉座とふさわしくなるでありましょうに。 とマルゼルブに感謝した。しかし1793年1月ルイ16世は処刑され、その処刑後マルゼルブは田舎に引きこもっていたが、12月に逮捕、翌1794年4月22日に処刑された。パリのマルゼルブ大通り及び地下鉄のマルゼルブ駅の名称は彼にちなむ、リュック・ランメステルによる架空の回想録。 私はどれほどあなたの言うことを聞かなかったかが出版されている。マルゼルブ・フランス18世紀の一貴族の肖像 P206 マルゼルブ・フランス18世紀の一貴族の肖像 P337 ありがとうございます。